先月21日、茅野市消防団、茅野消防署の合同訓練と、第16回茅野市消防団救護大会が行われました。朝から行われた消防団と消防署による訓練は、消防署消火隊が水力確保が困難な状況で、建物から発生した火災が大規模な林野火災に発展した状況を想定し、行われました。消防団と消防署による遠距離消防水利からの中継送水や、市との防災行政無線による伝達の確認、消防署指揮隊との連携といった内容で、無線による伝達体制の検証や、自然水利からの中継による消火体制の確立を目的に訓練を行いました。市内全分団が訓練に参加し、一つ一つ手順を確認しながら準備を始めました。放水圧力おおむね3キロよろしいですね。はい、よろしくお願いします。了解しました。はい、お願いします。消防署周辺の敷地の水利を使い、ポンプ車隊には4分団、小型ポンプ隊には6分団が配置され、200から300メートルの距離を中継送水しました。午後からは東部中学校体育館を会場に、消防団の救護大会が行われました。大会は緊急時に必要な応急手当技術の習得と団員相互の団結を深めることを目的に開催され、各分団の救護班が連日の訓練の成果を発表する場となっています。救護を始め、よし、市民の状況、よし、はい、よし、構え、こちらと5、6、7、8、9、10、今年度は胸骨圧迫と AED の取り扱いが競技に取り入れられました。 AED の取り扱いや付随する動作、負傷者への配慮、適切な処置、訓練練習に沿った規律遵守やタイムなどを審査項目として競われました。大会結果は優勝中尾潮分団、準優勝宮川分団、3位豊平分団でした。茅野市消防団はポンプ操法訓練や今回行われた機関訓練、救護大会を通じて万が一の有事に慌てず対応できるよう、団員同士の結束力や技術の向上を図っています。